こんばんは、告知の動画でございます。今度ですね、8月の1日の日に、もうすぐですけれどもね、八作というイベントをやりたいと思います。あのみかんの八作と同じ感じなんですけれども、場所は吉原のザ・ミカサです。6時半開場、7時開演にします。火曜日の通常の日なのでね、あの19時開演にしたいと思います。で、会費が1万円です。ごめんなさい、1万円です。なんでかっていうと、ゲストを呼ぶんです。3人だ、私のしさチャンネルで一躍有名になった、たくみくんですね、たくみ姉さんと、あとおなじみあずはちゃん、そして三味線に吉十郎くんを呼ぼうと思ってます。まあその日あのお仕事が入っちゃったらちょっと出られないんですけれども、まあそういう感じで、たくみくんと、あずはちゃん、吉十郎くん、私っていう感じで、ちょっとね、やっぱりプロの方たち呼ぶんで、あのギャラのことがあるのでね、申し訳ないです。あのライブなんだけど1万円になっちゃいます、ごめんなさい。で、この日はですね、テーマがありまして、吉原は八作の日、8月1日の日に、あの全員ね、従業員からも芸者衆、遊女さんね、まあお女郎さんからみんな、白い衣装を着てたんだそうでございますよ。でそれで涼しさを演出してたっていうことで、なんか面白いなと思って、浮世絵とか見て、ほんと全員真っ白なの。なのでまあお客様にも、まあ、白いものを身につけてきていただこうかなと思って、ドレスコード白ということで、でも全身白じゃなくってもいいですよ。あの白いカバンとかね、もう白い靴下とかでもいいですけど、あのそういう感じで、あのちょっと涼しさをね、演出してやっていきたいなと思います。こちらの衣装もね、なるべく白っぽいもので着てやりたいと思ってるんですけど、でたくみちゃんもちょっとそういう衣装をね、あのこしらえてくれてる最中でございます。はい、吉原のザ・ミカサで8月1日単独ライブでございます。で、なんだ、なんか変な色になっちゃったね、大丈夫かな。で、白を身につけていただいて、7時開演でございます。1万円です、よろしくお願いします。で先日ですね、やきもちさんでの、秋葉原でのイベントも見えてくださった方、どうもありがとうございました。なかなかね、やっぱり集客もう、イベントがさ、もうコロナ明けちゃったから、いろんなイベントがあるから、こうやって来てくださいとか言うけども、私もちょっと申し訳ないなと思って、あんまりね、あの来てください来てください言えないなと思いつつ、こうやってこうお声掛けしてます。まあ、 あのこちらのね、研鑽のためっていうのもあるので、あのまあ、お付き合いいただけたらなっていうぐらいのスタンスで、あの私もお声掛けさせていただいてます。はい、で今度やきもちさんでは7月の4日だっけ、おかみさんの誕生会っていうのがあります。その後8月15日に私を交えて、またあの日本酒会ということで、私の弾き歌いライブとおかみさんの日本酒の会、恒例になりましたけどね、あともう5回目になりました。それを8月15日にやります。7月4日はおかみさんの誕生会ですので、おかみさんの子に会いたいという方はぜひ見えていただいて、私とあずはさんもいますから、お座敷というか、まあまあ濃厚接待させていただきますよね、嫌だろうけど。はい、もうちょっと足袋脱ぎ始めてます、なんか変な色になっちゃった。はい、じゃあまあ地方にいるけど、まあ大して羽も伸ばさず、これでもうおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。